訃報、京歌子氏、女優。2017年4月6日。死因不明。引用時事通信。夫婦漫才コンビ、歌子、圭介で親しまれた女優の京歌子、京歌子、本名宇島歌子宇治は歌子さんが6日、死去した。89歳だった。京都市出身。終戦直後に舞台女優となり、1956年、鴻鳥圭介さんとコンビを組んで漫才を始め、人気を集めた。テレビ番組、歌子、圭介のおもろい夫婦の司会を長く務め、歯切れの良いことから人気を博した。人形喜劇の京歌子劇団を率いて、舞台でも活動した。近年は、テレビドラマ、渡る世間は鬼ばかりにレギュラー出演。NHK 連続テレビ小説、女は度胸などでも活躍した。2008年、歌子、圭介で、上方演芸の殿堂入りの表彰を受けた。